トム・クイリーは、イギリスの騎手である。アイルランドのウォーターホード県、ダンガーバン出身。父は、障害競争や、ポイントツーポイントの出走馬を預かる、調教師のデクライン・クイリー。男4人兄弟の長男として生まれる。2000年、ハイスクールに通いながら、アイルランドで騎手としてデビューし、4月13日に、クロンメル競馬場で、初勝利を挙げる。同年、 ミナライキシュリーディングを獲得。2004年、イギリスに渡るとここでもミナライキシュリーディングを獲得し、平地ミナライキシュ部門で、レスター賞を受賞した。2006年からヘンリー・セシル旧社のセカンドジョッキーに、2008年から、主戦機種となる。2009年、6月20日に、アートコノサーデゴールデンジュビリーステークスを勝ち、G1 初制覇。11月6日、密定で、 フリーダーズカップフィリーメアターフを勝ち、イギリス国外の G1 発制覇。またこのレースが、イギリスの機種の平地年間最優秀騎場に選ばれ、レスター賞を受賞した。2011年4月30日の2 0 0ニーで、フランケルに騎場。同馬は、クーイリーがデビュー戦から手綱を取って50005勝の戦績を誇り、一番人気に押されていた。そしてその人気に応え、 日着に六馬審査をつけて逃げ切り圧勝し、クーイリーはクラシック初制覇を果たした。2012年、クライブブリテン旧社スタッフの飯山強司イタリの勧めもあり、飯山を通訳券マネージャーとして来日。1月21日から2月19日までの期間で、初めて日本中央競馬会の短期免許を取得した。短期免許期間最終日の2月19日。 京都競馬第六競争をウィンサーがで勝ち、日本での初勝利を挙げた。ありがとうございます。